OK です。はい、3、2、FM ギノアンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中にで精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラジオ第89回の89回、はい、放送そして収録となっております。はい、あ、略、まあどっちでもいいか。うん、はい、第89回もう、うん、もう90回に近いぜって言いたかったのかな。ちょっとなんか固まってしまったけど、へー怖い、これからが怖い、この30分が怖い。あー、すいません。何言おうとしたんだっけ、またたまには忘れるよね。夏美さん、なんかオープニングトーク、オープニングトークする、はい、ネタを振っていただければ。いよいよ、はい、あ、ツイキャス来てる、ツイキャス来てる、はい、読んでいい？どうぞ。沖縄大好きさん、オス。ペーターさん、さて2本目。オス。ロアさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。で、名古屋のダンサーズさん、再びお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ます名古屋のダンサーズさん、複数形だけど、今、何名かで見てるんかな。いいね、それ。うん。名古屋はね、僕も、うん、愛知県にね仕事に行ってたことがあるんで、うん、はい、名古屋で大津をよく歩いてましたよ。古着屋さんがあるんで、大津は大津か、大津、大津、大津だ、大津だったはず、大津、うん、うん、大きい。で、名古屋駅、名古屋の栄か、栄で、うん、なんかテレビ番組で取材を受けましたよ、うん。え、なんて、俺実は東海テレビの、うん、まあ、地方番組って形にはなるんだけど、うん、当時の雨上がり決死隊と、うん、今田東野もやってたかな、うん、さんな、そうそう、今田さん今田浩二と東野浩二さんも出てたかな、うん、の深夜の番組かな、へに、はい、出演したよ。インタビュー、道歩いてる人として、はい、インタビュー受けて、はい、そうなんだ。あ、まあ、なんか どうでもいいね、はい、では本日もよろしくお願いいたします。教えて夏実先生。来ちゃった。はい、こちらのコーナーでは、はい、何でも知っている夏実先生への質問やお悩み相談あるいは、うん、夏実先生にジャッジしてほしいこと、はい、だとか、はいはい、とにかく夏実先生に教えてもらいたいことをメールだったり、うん、ツイキャスのコメントなどでいただいて、うん、それに対して夏実先生にビシバシご回答いただくコーナーとなっております。はい、はい、我らが夏実先生であれば何でもお答えしますし、は、はい、できますし、できますし、そう、はい、できます、できちゃうんだよね、はい、当然真面目な質問をいただいた際にはね、うん、真剣に真摯に夏実先生なりの考えやね、うん、思いを語っていただけます。はい、はい、時々ね、助手である、はい、私健太、はい、の方でもお答えさせていただくかもしれませんが、はい、うん、教えて健太くんでもいいですよ。はい、何でも構いませんので、はい、質問等あれば、あれ、ね、どしどし、はい、お送りくださいということになります。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんのご協力あって成立するコーナーですので。そうですよ、そうですよ、はい、皆さん重要です。
ぜひぜひ、夏海先生にね、はい、梅雨明けいつ明けるのって聞いたらもう夏海先生すぐ答えるから、うんうんうん、ちなみに梅雨明けは、うん、どうなったら梅雨が明けるんですかね。あのね、はい、あのあれよんやってるってどういうことやってるってカーテンやってるって のれんみたいなのをそう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 やってるって言ったら梅雨が明けるんだ。うん、明ける。あ、梅雨ってなんかお店みたいな、どういうことあのね、あのね、あのね、はい、あの、あれ、あの、めんつゆを開ける。めんつゆを開ける、もうダジャレみたいになってますけど大丈夫ですかね。略してつゆ開ける。こんなんで大丈夫ですかね。略してつゆ開けるそうめんの美味しい時期ですってね、しね。そうそう、そうめんの美味しい時期です。ちょっとつゆ違いかなと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ奪います、まあ、これメッセージが、あ、そうだね、メッセージ奪います。私が読ませていただきます。はい、はい、ぜひぜひどうぞ、何でも聞いてください。はい、じゃあ読ませていただきます。高穂さんより、はい、教えて夏海先生。はい、どんとこい。今5月ですけれども、まあ、はい、次すぐもう6月か。そうね、はい、本放送時点では6月の10日になってますけれども、はい、高穂さんより7月は台風来ますかとのことです。あ、7月ですか。はい、7月は台風来たり来なかったりです。来たり来なかったり、うん、あ、一応気はするってことね。うんうんうん。7月のちなみに何日頃でしょうかね。あ、17日は、うん、来ないでしょうね。お、17日なん、またピンポイントに17日は来ないと。17日何かあるんですか。あ、いやだ、こういう時にこういう自分の自己なんていうの、自意識過剰じゃなくていいよ、なんていうのこれ、いいよ、あれが出ちゃう。誕生日です。報告だからいいんじゃないの。誕生日は来てほし、誕生日です、来てほしくないなっていうところなのかなそうです、夏海の誕生日は、はい、まあでも雨ぐらいならいいですけどね。あ、台風来たらね、ケーキ買いに行けませんから。あ、誕生日ね、まあ、前日にその時は買おうかな。うん、はい、ではロアさんより、はい、夏海先生、はい、ダイエットしてるの？運動とかですか？はい、食生活、うん、どんなことしてますかとのことです。ダイエットしてるの、うん、夏海先生、うん、まあ、でも最近ダイエットしてるんですよ。今ダイエットしてますね。はい、してます、はい、どんなことを気を使ってますか今は。ね、うん、運動が嫌いじゃないですか。運動嫌いなんですよ私、はい、うん、運動っていうか、あの スポーツは好き、なんていうのかな、痩せるための運動のための運動が嫌いというか、痩せるための運動のための運動、うん、が苦手なんです。あ、いわゆる、ただ走り込むとかさ、はいはいはい、ジョギング、ウォーキング、ウォーキングをひたすらするとか、縄跳びですとかが苦手なんです、はいはいはい。でも、うん、ママさんバレーみたいにみんなで遊びながらバレーしたりとか、スポーツは、うん、じゃあバスケットしたりとか、多分そういうのは好きな方なんですよ。うん、ああ、じゃあそれこそ先週の放送で、うん、あのロアさんが今やってますって言ってたボクササイズなんかはもしかしたら楽しくできるかもしれないね。そう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 、楽しそうと思ったそれは、うんうんうん、足痛いんですかね。他には何か、あ、ちなみに今だから、なんていうのか、ダイエットで今ダイエットで気をつけてることは、うん、ちょっと食事量をまず基本的に減らしてます。はいはい、食事量を少し減らしてて、食べる分が、食べてた分がもう尋常じゃないんですよ多分。そうだね、普通に女の子だったら3人前ぐらいの分を1人で食べてた感じ、うん、だったんですよ、うん、まあ、ある種そのメンヘラ的な症状の部分もあったからね。過食もあったし、過食っていうところね、うん、いわゆる摂食障害。そうそうそう、うんうんうん、で別に隠すことじゃないから私の中で言っちゃうけど、うんうん、その糖尿病に引っかかっちゃったんですよ、うん、あ、それもあるね。そう、うん、だからちょっと本当食生活を見直そうってこと で、うん、で運動は苦手だけど、とりあえず 今は始まったばっかりの食生活を変えてみてます。あ、大事なことだね、うん、豆腐食べたりさ、うん、それで どのぐらい、あ、なんていうのかな、今ね4キロ減ってるよ。あ、そのピークダイエット始める前に比べて4キロ減ってると、うん、そうそうそう、ピークより4キロ減ってる。あ、素晴らしいじゃないですか、うん、素晴らしいんですよ。マイクから外れなくていいから、はい、すいません、はい
すいません、うん、4キロ減ってて、うん、で、あとは何してるかな、ね、あれです、お風呂の後とかに限らずですけど、うん、床にこう足ペターンって広げてテディベアみたいに座って、うん、おいしょおいしょってちょっとしたストレッチみたいな、はいはいはい、柔軟体操、うんうん、ぐらいはやってるかな、やってますね。それで、うん、もうちょっと動けるようになってきたら、うん、私あれやりたいんですよ、パラ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 、うん、こうやってナイトファイヤーってパラパラやりたいんです、はいはいはい、うん、ダンスでちょっと体を動かして、ダンスは楽しくできそう、ダンス楽しくできそう、あー、いいんじゃないでしょうか、うん、はい、では続きまして OK、 はい、待ってよ、続きまして、あ、再びロアさん、はい、ロアさん、はい、夏美先生、はい、沖縄に直撃する台風は今年いつ頃来ますかね、うん、とのことです。明後日、はあ、さっきというか先週か、うん、それてるって話しましたけどそれてるって話したけど、はい、しましたしました、先週それてるって話したけど、私密かに直撃するんじゃないかって思ってるんですよ、はい、あ、そうなの、まあ現状確かにまだ分かんないさ、予報円の範囲では、ね、右側をスレスレで行くみたいな、はいはいはい、まあ、大東島地方に向かってるんで、おそらくは直撃しないでしょうけど、夏美さんは、夏美先生は直撃すると見てるわけですね。はい、直撃すると見てるんですよ。ほう、まあその答えは本放送時には明らかになるわけですけれども。そうそうそう、夏美先生さすがみたいな感じだと思います。予言者言うて。うん、そうそうそう。あんなにテレビでさえもそれるそれるみたいな感じだったのに、夏美先生さすがみたいな感じになると思いますよ。あ、だそうです、ロアさん。直撃は明後日だそうです。第1号がもうそのまま直撃します。はい、はい、ありがとうございます。一発フルコンボです。あ、高坊さんからも来ております。はい、はい、ごえくえしょう先生、はい、違った、夏美先生、はい、先ほどの質問にね、あの、はい、7月は台風来ますかっていう質問について、うん、はい、微妙な回答ありがとうございました。あ、微妙だったありがとう、ありがとう、公開の、はいはいはい、公開、こういう場で、あれもいただけるなんてありがとうございます、はい、では質問まだ来てます。沖縄大好きさんより、はい、どうぞ。夏美先生、はい、どうしたら宝くじ1等が当たりますか。2等3等4等5等6等7等8等9等10等全部外すことですね。そしたら1等に当たると、うん、なんかなぞなぞみたいな感じになってるけどもっとなんか他になんかどういう、例えばさ、うん、日頃の行いこれやってたら運気が上がって一等が当たるとかさ、うん、なんかそういうの欲しいな、健太さん。そういうの欲しいのか。あ、助手はそういうのが欲しい。助手はそういうのが欲しいのか。はいはいはい、助手としては。本当ね。どういう日頃の行いが関係してきますかね。あ、でもね、トイレ掃除するといいらしいよ。はい、なんか普通。トイレ掃除するといいらしいし、思ってたより普通。あと、はい、換気扇の上も掃除するといいらしいですし。はい、あと靴箱とか、はい、猫のトイレ掃除もいいらしいですし、床拭きもいいと思うし、はいはい、冷蔵庫の中とかも整理してくれるかな。結果俺にしろとなんか、あ、あとお風呂掃除もいいと思うよあの、ちいさんにやってもらいましょうか、その辺はね、はい、続きまして、はい、はい、ありますか。他にあるかな。ありますか。高坊さんより、はい、3年 B 組夏美先生、はい、何ですかい来月になったらまた予報お願いしますとのことですはい、わかりました。はい、沖縄大好きさんからはまさかの一等以外外せと、うん、はい、笑い笑っとそういうことですね。はい、理にかなってるでしょトイレ掃除と自分の部屋を時々掃除してますと沖縄大好きさん。あ、トイレ掃除と自分の部屋、うん、ちゃんと掃除してるって、うん、じゃあ1位もすぐで当たるよ、うん、もう。で、ちいさんからは、はい、はい、ちいさんお掃除担当爆笑と来てます、はい、よろしくお願いします。はい、あとコンロも掃除するねと来てますはい、お願いします。はい、コンロさんよろしくお願いします。
はい、じゃあ楽しい、ね、夏美先生の、はい、コーナーは以上になりますかね。はい、あ、もうちょいやる、もうちょいやる、はい、いいよ。ちいさん、夏美先生に質問ありますか。ちいさん、夏美先生、あ、こ、ね、な、夏美先生質問ありますか。あ、高坊さんから、一等を取るには気の流れを良くすることも大切ってねと。だからお家の中のね、気の流れ、そうだね、うん、そうだね、なるほどね。あ、ちいさんより恋愛のことかな、うん、長続きする秘訣はとのことです。短く終わらせないことだよ。お前さっきからさ一等以外外せとかさ、短く終わらせないことだよとかさ、もうちょいなんか適当に答えるのはできるだけよろしくお願いします。もう少しなんか考えてあげてよ。恋愛に、恋愛、違う、ちゃんと質問をもうちょっと詳しくください。あ、だから恋愛でしょう。どうやったら長続きする、長続きする秘訣はってことですか。恋愛で長続きする秘訣ね。はい、あのね、あのね、長続き、ね、もう別れようとかって、うん、あ、私は結婚した時に、はい、なんですけど、うん、別れようっていう、別れるかもしれないって未来を考えないことです。まず。もう考えないの。別れをまず意識しないと。あるかもしれない。うんうんうん。とかじゃなくて、もう考えない。あ、もうそこは除外すると。除外除外、選択肢にない。はい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 。まあ大事かもしれない。どうにかこの二人でやっていくんだみたいな、うんうんうん、そういうのを、うんうん、もうそこに腹をくくるというか。ああ、なるほどね。うんうん。はいはいはい。まあ一理ある。つって来年離婚したら受けるよな。その時はあの。中村健太かな。はい、メンヘラ嬢のなんていうのかな、紹介の仕方が変わるんじゃない、ね、どうなるどうなる、え、ギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏美の元夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組になるんじゃないそう、元夫婦になる、ね、そう、元夫婦になると思います。はい、チェイさんから、確かに大事だね、うん、来年離婚はやばいって言ってます、うん、来年離婚はやばい。でもまあまあまあ、でもまあいろいろあのすぐ嫌なことがあったら離婚だって言ったりはしますよ。あ、結婚離婚ごっこだったり、離婚結婚ごっこです。あ、はいはい、沖縄大好きさん、メンヘラ嬢は長く続いてほしい、ぐすん頑張るよーペーターさんは、この二人でやっていくのだ、うん、頑張るよ、ロアさん、離婚してもラジオ続いてたらすごーってだよなだよな、はい、だよなできるだけね、長くやっていけたらと思いますので、皆さん今後もよろしくお願いいたします。はい、はい、では、ここから楽曲紹介いきたいと思います。はい、はい、夏美さんの好きな曲ですね。はい、大森聖子さんで呪いは水色、ぜひお聴きください。どうぞ。はい何で黙ってるいやちょっと今聞いてしまった。あ、右左耳で曲をね、はい、うん、お母さんから電話来てますね本当だね、収録するって言ってるんだけどな、収録するっていつも言ってるんだけど収録時間狙って電話来るっていう、そう、夏美さんのお母さんそういうとこあるんですよそうそうそう、夏美さんと似ててね、うん、ちょっとタイミングがいいんだはずいいのか悪いのか、うん、あ、出たいのではって、何が、高坊さんがラジオにかな、出たいのではってお母さん聞いとくよ今度、あ、なるほどね、だから出演したいからって、あれみたいな感じさ、テレフォンショッキングじゃないけどさ、あ、それそれ通話し電話出演ってやつでしょ、そっかそっか、あ、その可能性も捨てきれないね、捨てきれないね一回出てみてもいいかもね、回答者みたいにって、ちょっといいですかつっていいね、もうしょっちゅう電話来るんで今日は出てもいいですかつって出てもいいかもね、そうだね、うん、ありかもありかも、じゃあと一回来たら出ようかなあー、もうおかしいね、夏美先生さ、夏美先生難しいね、いや、なそんなことないそんなことないそんなことない、夏美先生何でも答えられるからちょっとなんか精神不安定になりそうだいやいやいや大丈夫大丈夫、キャラがブレるな、キャラがブレるキャラ作りをみんなとしていきたい、はい、そうですね、みんなと作り上げていきましょう、夏美先生、うん、そうそう、夏美先生育ってあげてください、全然もう突っ込んで突っ込んで、そう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 、はい、
それはちょっととか言ってもいいんだよ、うん、それはちょっとって言ってももう少しこうした方がいいよとかね、高本さんみたいに微妙な回答してありがとうございますみたいなの全然いいから夏美先生一応もうねあれだからメンタル強くなってきてるから本当多分嘘くさ本当だってさすごくない今年40だよ40年生きてるってメンタル強いでしょ。ああメンタル弱い状態で40年も生きるなんて逆にメンタル強い。そうメンタル強みでしょ中村夏美じゃなくてメンタル強み嫌だね嫁がメンタル強みえっと高坊さん見えないですよ。あありがとうございます。40に見えないっていうことだよね多分。ああ嬉しいじゃん、よかったじゃん。見えない。ありがとうございます。頭にリボンとかつけてるからかなつけてきた甲斐があるなロアさん、はい、私の身の上話になりますが、はい、笑い。旦那の王光とはラジオのことで価値観が違くて喧嘩に発展することが多くて、私は今ラジオから離れているのですが。ああそうなんだ。そうなの。それが理由なんだね。そうなの。だから王光さんラジオ一人でやってたんだこの前。聞いたんだよ。あれかね、仕事になるとちょっとやっぱりぶつかっていくみたいなのは。価値観が違くてか。一緒に仕事するとみたいな。そっか。うーん価値観って。何かな何かな。はい、では終わりますよ。はい、価値観ちょっと辞書で引いてみます名ヘラジオエンディングでございます。はい、はい、エンディングです。はい、楽曲紹介でね大森聖子さんの呪いは水色を流したんですけれども、はい、ちょっとだけ紹介させていただきます。はいどうぞ。はい、2014年に10年前に発売されたメジャーファーストアルバム、うん、洗脳に収録されていた楽曲、うん、呪いは水色、うん、こちら夏美さんがね大森聖子さんの楽曲が好きで、うん、よくお家でも聞いてますし、はい、カラオケでもね歌うんですけれども、はい、今回夏美さんのリクエストというか、うん、ぜひ呪いは水色を流したいということで、紹介させていただきましたが、夏美さんはこの曲のどんなところがお好きなんでしょうか。うん、ね、この曲ね91点取ったの最近でつい最近ねそうねカラオケで91点カラオケで91点近く取ったのこの歌でね、うん、はい、それでそうなの記念して91点記念で呪いは水色を流させていただきました。はい、ありがとうございました。ぜひねツイキャスを聞きの皆さんですとかこの YouTube 上で、うん、ラジオをご覧いただいている方はねちょっとあんまりなかなか聞けないこのラジオ上でね、うん、聞けないと思うんでもしよかったら本放送あるいはね、うん、YouTube で動画をメンヘラジオを見た後にどんな歌なんだろうってちょっと検索パパッとして聞いてみるのもありかと思いますんで、うんうん、はい、僕らのおすすめ曲ぜひ聞いてみて同じ曲を好きになってくれたらちょっと嬉しいかなと思いますので。同じ曲に酔いしれようぜ。はい、僕が紹介するのは大体アニソンにはなってしまうんですけれども、はい、はい、アニソンもねいい歌いっぱいあるよ。いい歌いっぱいあるよ本当に、うんうん、本当、はい、ぜひよろしくお願いします。です。はい、ではツイキャスいかがでしょうか。ツイキャス来てますよ。サッチーさん。はい、おー、サッチーさん遅くなりましたが、こんばんみーって。はい、こんばんみー。あー、サッチーさん、おー、こんばんは。はい、それで、あれです、ロアさん。はい、ロアさん、今週は金曜日の夕方に収録と、うんうん、夜に生放送があるのですが、うん、夕方の収録に出ます。おう、うん、旦那の姪っ子も出る予定なので時間がもし合えばぜひ。リズちゃんだっけ、うん、確か、うん、うんうんうん、なんか、言ってましたね。千代田だったっけ、なんだっけ、千代田だったような気がする な, なんかお子さん言ってたような気がする。あ、これも前に、あ、ごめんごめん、あ、どうぞどうぞどうぞ、いいですか。はい、
ロアさん、ちょっとだけ戻って、はい、前に王光とメンヘラ銃の収録を見て、うん、こういうスタイルいいねって言ってました、うん、あ、本当？あら、本当ですか？なんか嬉しいね。ね、嬉しいですね。ありがとうございます。いいですよ。どういうスタイルだろう。どういうスタイルか分かんないけど、いいですよ。価値観。これ価値観って、価値観を真似していいですよ。価値観なのかこれ、分かんないけど。メンヘラの価値観を真似したら危ないと思うけどな。はい。とりあえず、このメンヘラ城は夏海を自由に泳がせてるっていう、そんな感じです。はい、そうです。そうでした。夏海が楽しく生きるためのツールでもありますね。うんうん、夏海も僕もね。はい、うん。これでみんなとつながってね。やっぱり人とのつながりが病気を回復させますから。そうですね、はいはい、それはもう本当声高々に言いたいですそうですね、うん、はい、みんなつながっていこうぜってことで、はい、OK です。ではメンヘラ城、はい、本日はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。